はい、10回。てか、これ何これ無理だろ、これ。これどうしろっつんだよ。マジかよ、これ。これ難しいな。しかもこれ敵が流入してくるマップですね。これどうすっか、まとめてやるか。頑張って。敵を集中させることができれば、あるいは。ちょっとまだ不足か。じゃあ、この辺でやるか。ちょっと。炎上がありますからね。こいつを読んでだ。相手もったいないな。あ、ギリギリ開けないか。で、これで少しはいいか。どうだろう。どのくらい持ってくれるかだが、炎が。あ、炎が弱まってきたな。で、何体減らした？かなり減らした。あと3体か。で、実質的に動くのは、1体かな？よし。まあ、ほぼ被害がなかったっていう感じか。じゃあ今度は、戦車は何とかしなくちゃいかんな。あ、ダメージ当てられるんだ。なるほど。あ、なんか、左から。あれ、誰だ？あ、しまった。あ、巨大なおにぎり。合成の中に。くそ。まあいい。来い。よし。で？あ、なんか入れてくる気か。ちょっと合成は置いておこう。これ、じゃあ杖識別するか？どうする？ちょっと待った。待って、合成の杖も投げられるわ、これじゃあ。で、ちょっと引こう。ほい。ちょっと壺の確認をしたいんだが。ほい。クソ来ないな。大きなおにぎり。クソ、嫌な奴がいるな。決め武者か。クソ。まっすぐ倒せるだろ。よし。で、杖の確認をしたい。あ、おにぎり投げてくるのか。ちょっと待った。合成の壺を、置くと。で、巨大のおにぎりでも、ガスでいいか。あ。よし。杖確認したよね。ここじゃな。まあいいか。振ってみるか。あ、こっちもダメージ食っちまった。やっぱり、一マス離しておかなきゃダメなんだな。なんだっけこれ。電撃じゃなくて、イカズチか。イカズチと。まあこれはいいアイテムだよね。使い方を間違わなければ、いいアイテム。では、そうだった。ちょっと食料がいっぱいあるな。大きなおにぎりに、じゃなかった、焼きおにぎりにしておきたい気分ではある。この手のマップっていうのは、真ん中のでかいとこを攻略してしまえば、あとは楽ではあるんじゃないか。確か。ちょっと待って。からなんか来る。てか HP がやばい。なんか来るな。何もだあいつ。あ、イノシシか。そうか。来い。一撃食らわしてからちょっと引いてだ。こんなもんか。よし。あ、こいつだ。ちょっと歩かすか。あら、あ、ちくしょう。待てー。よし。いやー、ひゃーっと、よくない。あ、23ポイントダメージか。これはよくないね。なんか、杖がろくなもんがないって感じだな。
身代わりの杖がいいぐらいだよな。一撃。うふう、くそー。歩くか。だけども、食らって死ぬわな。元気で HP 回復して、よし。やれやれ。だんだん厳しくなってきたな。戦車と、あれ、プルーンだっけ？あ、チキショウ。あ、ミスった。ほい。ふぅ。そろそろ厳しくなってきましたね。吹き飛ばしだとか、あとは場所替えだとか、そういう有料なアイテムが来ないとまずいよな。左のやつ無視するか。無視しよう。それだけポットン。こいつは？あ、ひまかっぱか。ほい。あー。おお、びっくりした。くそ、これどうすっか。一列に並ばせることができるだろうか、果たして。ここか？どうすっか。あまり並んでないっすね。イカ土を振ってみるか。あれ？ダメか。あ、すごい一列になってる。どうすっか。あいつらなんとかしたいぞ。どうする。もう一回、イカ土を振ってみるか。あいつにもイカ土を振ってみる。で、もう一回だ。くそ。どうする。火柱を使いますかね。火柱振る。ほい。ほい。これ固定ダメージか？かな？よし、これで始末したな。では、アイテムを確認するぞ。イカ土の杖、あ、チキショウ。これアイテム全部パクられるパターン。しかもワープできないし。そうか。構成をじゃあ置いて。串を投げて、巨大なおにぎりが、壺の中に入っちゃったと。投げると、アイテムどのくらい確保できるだろうか。あいつこっち来てくんないかな。あ、モンスターハウスの巻物か。投げる。あいつ倒したい。イカ寿司の杖を投げる。ああ、いや、一本あるな。くらえ。よし。で、どうする。大部屋読みたくないよね。とりあえずアイテムを拾っておいて、モンスターハウスの巻物って、どうすっか。合成使っちゃうか。合成とりあえず置いておこう。で、また踏んじゃった。なんか踏まないでうまいこといかないか。びっくりした。今度こそ踏まないでくれ。頼むから。
よし。よーし、杖がいっぱいあるぞ。これは助かる。罠を確認。ん？あ、トゲか。トゲ見づらい。トゲの罠見づらい。これは、松、ゆず、確認しなきゃいけないものがいっぱい。あ、武器の強さがゼロになった。ゼロ点があるんだ。まあ、あまり変わんないか。部屋がありますね。ユズってなんだろう。どうするか。ちょっとなかなか確認しづらいよな。回復はいらないな。あ、トゲ踏んじゃった。これはこれユズか。なんだろうな、吹き飛ばしとかだったりするのかな。ちょっと振ってみるか。あ、違うな。なんだろう。じゃあ巨大のおにぎり1個食べちゃうか。で、あとは回復はいらないと。もみじ、もみじ持っていきたい。入れ替えはいらない。交換する。入れ替えはちょっと使いづらい。ゆずは何か確認したいんですよね。じゃあこれを入れておいて。トンネルか。トンネル使えばよかったんだ。なんてこった。よし。そうだそうだ。なんで思いつかなかった。俺ってバカかな。じゃあ、矢も稼いで行くだけ行くか。交換、じゃあ焼きおにぎりあたりにして、トンネル、振ると。あんな、できたかな？どうだろう。あ、そっか、掘れないのか。仕方ない。何でもいいんだ。10マス離れられれば、矢を稼げるはずだから、こういう感じにしておくかな。で、さて、入れ替え、あ、多分ね、何やってんだ。踏むか。踏まな、大丈夫だった。まずの杖。ゆずの杖っていうのが、これね、交換して、じゃあちょっと合成、なんか右から来る感じだが、ゆずの杖を合成しますかね。まあ、いらないと思ったらどうしようってとこはあるんだけど、あ、同速か。あ、識別もできるんだ、合成って。やった。でも、鈍足ナイスですね。やっといいもの来たって感じだな。で、大きなおにぎり。いや、巨大なおにぎり食べて、これは、待つ、鈍足と。ナイス、ナイス。これ、白紙ね。転ばの先の杖いらないか。ちょっとあると便利だけど、ちょっと、持ち歩く感じではない。回復で、入れ替えと。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こんなところ？これ投げると何マスかな？ 1 マス多かったか。じゃあ、ここか。じゃあ、水枯れでも投げる。よし。
ボーベア投げる。まあちょっと時間かかるけど、トンネルはいらない。トンネルはいらない。で、これ拾っておいて、どこにで落ちたかな。あれ？あ、いや、右か。これね。鉄の矢。ちょっとこいつに、では、もみじを振る。あ、怒り状態ってやつか。あ、まずい。まずったー。これ怒り状態ってやつか。初めて見た。名前。こんな強くなるのか。どうすっか。どうしますか。同速で倒すか。まあ、ワープゾーンがあるから、それが、なんとかなるわな、これで。で、これはいらないよね、とにかく。豚足、不幸、松のやつ。ちょっと松のつえを振ってみるか。松のつえを振ってみる。一時しのぎか。あ、間違った。一しの、なっちゃった。あ、補うってやつか、今の。なるほど。では、右のやつは、トンネルでダメージ与えるか。ビビッチ使い方だが。よし。で、ちょっと矢を稼ぐぞ。ちょっと時間かかっちゃうけど。ま、やらないよりはいいだろう。あ、これで終わりか。あ、くそ。どうする？じゃあ、トンネル。あ、違う、トンネル。お、何？ああ、なんて連携プレイだ。あそこをやる。下がる。敵がなんか増えてきたな。うおー。やれやれ。いや、あんまり稼げませんでしたね。残念。あ、また、棘の罠か。これ回復ね。で、入れ替え。強いなぁ、キメムシャ。強い風が吹いてきた。そんなに長いこといた気はないんだが。では、なんと、ンドゥバーだったって何？おぉ。おにぎり。もう食料の心配いらないな。あ、起きるか上がったってことか。じゃあ、このイカレ状態っていうのは、あ、店がある。上に店がありますね。全然気がつかなかった。モンスターハウスにかかりきりで。身狩り。ありがたい。基盤性なんだ。まあ、値段書いたらわかんないんだ、俺。トンネル、回復、入れ替え、三日月。杉の杖なんだ、これ。ちょっと欲しいところであるな。じゃあ安いやつを持っていこう。これね。では、あ、大部屋があるなら。そっか。だけど、そんなに持っていくものがないよな。
さてと、どうしますか。なんか売っていこうと、ともかくなんか売っていこう。トンネルを売るぞ。で、あとは、もう少し時間があったらね、なんか風吹いてきちゃったしな、もうさっさと次行きたいところではある。生組杖か。生組杖振ってなかったな。はい、じゃあこれ売っちゃいます。で、よし、じゃあ基盤の杖。なんか場所替え、まだ出てないんですよね。じゃあ基盤の杖。ナイス。グホー。うお。なんだあいつ。はい、基盤の杖、これは場所替えでした。よかったー。場所替えはこれはいいだろう。なんで場所替えってこんな安いんだろう。こんな使える杖。あとは、生身の杖確認か。ここで確認しておきたいよね。まだ少しだけ時間あるから。こいつか。じゃあ振ってみるか。生身の杖振る。引き寄せか。引き寄せでドロボーできるじゃないか。まあいいか。引き寄せか。引き寄せ。じゃあ行きますか。下、アイテムあるかな？入ったことがない部屋のはず。まあ、ちらっと、なさそうだな。次行っちゃおう。よし、行こう。